こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。2024年の春闘の平均賃上げ率は 5.17% と33年ぶりの高さで、注目されていた300人未満の中小企業の賃上げ率も 4.66% と高い伸び率になりました。こうした昨年に続く春闘の好調を受け、日本銀行は消費者物価上昇率がこの約2年間の間 2% を上回ったことを踏まえ、賃金・物価の好循環が確認されたとして17年ぶりに利上げし、金融政策の正常化に踏み出しました。しかし、物価上昇に賃金上昇が追いついていないと感じる方も多くいらっしゃると思います。そこで今回は実質賃金が上がっていない人を深掘りします。バブル崩壊後、長期にわたって停滞していた日本経済がデフレから脱却し、物価が上昇し始め、新たな局面に移行してきています。しかし、賃金上昇や物価上昇や消費の実態を分析すると、バブル期とは全く異なる様相で、賃金上昇や消費の動きは二極化し、春闘賃上げ率でも大企業と中小企業、若手や中堅社員と中高年層、正社員と非正規雇用者では違う傾向になっています。日本でも所得の中間層が縮小傾向で、欧米で課題になっている格差社会が日本で本格化し始めています。社会的な背景と個人が選んだ働き方で賃金の格差が広がっています。平均すると実質賃金はまだ高いとは言えませんが、業績の良い業界や人手不足の業界は今後も賃金を上げ、人材確保に向かっていくと思われます。直近3月の全国の完全失業率は 2.6% と横ばいを推移しています。中でも業種別では、宿泊業、飲食サービス業は2000年より16万人増えたほか、製造業が9万人、情報通信業が9万人増えています。昨年度の平均の完全失業者数は178万人と前の年度と同数でしたが、より良い待遇を求めて今の仕事を辞めるなどの自発的な離職が75万人と3万人増えた一方、倒産やリストラなどによる勤め先や事業の都合による離職は24万人と3万人減っています。つまり、景気が回復しているという基調が見えています。2024年の春闘の平均賃上げ率は、バブル絶頂期だった1989年を上回り、実際大手では集中回答日以前の妥協や、組合の要求を上回る回答などが散見されました。このような高い賃上げは経済の好循環の期待につながります。しかし、ベースアップが復活したように見えても中身は勝手とは異なり、バブル崩壊前のベアはほぼ全ての年代で定額で基本給が上がっていましたが、2000年代以降は職種や年齢階層で増加率が異なる賃金改善が一般化しています。1980年代後半期では年齢階層別で賃上げ率の違いは小さく、相対的には中高年層での伸びが大きかったのに対し、直近の3年間は若手の伸びが大きくなり、中高年層で低く、50歳代前半では減少している状況です。全体的には人手不足でありながら、若い人材には手厚いベースアップでも、50歳代前半には厳しく、定年を延長する企業が増えながら、長く雇う分賃金を上げにくい状況と言えます。この約40年間で非正規雇用者は大きく増加しています。1984年には非正規雇用者数は約600万人で、全雇用者の 15.4% を占めていましたが、2022年には2101万人に増え、そのシェアは 36.9% に上昇しています。かつては雇用者の7人に1人だった非正規雇用者は、今や雇用者の3人に1人の現状です。非正規雇用者が増えている原因は、企業側と働く側の両方にあります。企業側は、日本経済が長期にわたって停滞する中、企業は増大する不確実性に対応するために、雇用の長期性コストが低い
非正規雇用者を用いるようになったことと、正規雇用者は一度雇ってしまうと解雇しにくい日本の雇用慣行や、製造業の視野が減少したことや、柔軟な労働シフトが求められるサービス産業の視野が拡大したことなどが非正規雇用者が増加している原因です。働く側の原因は、仕事よりも生活を重視したり、専業主婦が減ってきていることや、退職後に非正規雇用者として働く高齢者が増えていることも原因です。働き方改革で労働時間が規制され、残業代が大きく削減されていることも実質賃金が低い大きな要因です。戦後に日本が復活した原因として、日本人は猛烈に働いて日本のものづくりを支えていましたが、現在は週休2日が増えてきたり、銀行では週休3日、週休4日などの選択肢も用意されています。残業や休日が増え、働く時間が減ると、どうしても実質賃金は減ってしまいます。私自身も本業の毎月の残業はゼロです。残業していない分、本業の所得は減っていますが、空き時間や休日を利用して本業以外に4つの収入源があります。副業に積極的な人もいますが、自分の時間を大切にしたいと考えている人も増えています。労働時間が短くなると、どうしても経済格差が生じてしまいます。私の本業以外の4つの収入源のうち、2つは休日のアルバイトです。アルバイト仲間にはアルバイトだけで生活している人も多くいらっしゃり、時代が変わったなぁと感じることも多いです。多くの企業で人手不足が叫ばれる中、正社員になりたいと考えている人が減っているようです。20代非正規雇用者400人を対象に、株式会社 JIC がアンケート調査を実施した結果、正社員になりたいかと質問したところ、なりたいと回答した人は全体の 36.5% である一方、なりたくないと回答した人が 26.8%、 どちらとも言えないが 36.8% という結果でした。正社員になりたくないと回答した理由には、自由、時間、縛られたくない、責任というキーワードが含まれているようです。私のアルバイト先では、アルバイト13人のうち大学生と主婦を除き、アルバイトだけで生活している人は4人いて、アルバイトだけの収入の人でも休みは週休2日しっかり取っています。その方々は皆さん独身で、両親と同居しています。私の身近でも非正規雇用者が増えているのを実感しています。円安が止まりそうな感じはなく、これから本格的に物価や金利が上がると思われます。賃金格差に物価上昇や金利上昇が重なれば、より質素な生活の中から幸せや充実を求める選択をするのか、または時間を有効活用していかに稼ごうとするかの、どちらかの選択になってくると思われます。人生は一度きりで、どのような生き方が良いのかは人それぞれです。失われた30年のデフレから、物価上昇のインフレに日本の環境が変わってきている中、ピンチは考え方を変えればチャンスなだけに、今後も経済格差は広がってくると思われます。これからの職場環境は、団塊の世代の退職が増え、明らかに深刻な人手不足になっていきます。企業は給料を上げないといい人材を確保できず、これから進歩していくことができなくなっていきます。さらに円安で外国からインバウンドで旅行者は増え、宿泊業、飲食業を中心に激しい人手不足になります。今まで所得が低かった宿泊業や飲食業も、儲けるためには給料を上げ人材を確保し、その原価上昇分はサービス料金を値上げする流れになっていきます。つまり大きな流れでは、給料はこれから本格的に上がり、あらゆる価格もこれから本格的に値上がりしていきます。そうなると、労働意欲の少ない人もインフレが進むと働かざるを得なくなり、受け皿となるアルバイトやパート社員は、現在正社員より給料の
上がり幅が大きいため消費が活発になっていきます。高収入の人は多少所得が上がってもそれほど消費は増えませんが、低所得の人は収入が増えれば消費行動につながります。結果的にインフレがまだまだ進み、所得が全体的に上がると政策金利は上がり、住宅ローン金利もこれから本格的に上がっていくことになると思われます。住宅ローンに関係のある人はこれから備えておいた方が良いということです。このようにこのチャンネルでは住まいに関わることを中心に情報を発信していますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。